はい、どうも皆さんこんにちは、おせきです。はい、今回はですね、鬼滅の刃コラボガチャ課金編ということでね、はい、前回というか昨日ですね、昨日の動画で、まあ、無課金で41連かな引いたんですけど、まあ、見事にね星8が1体も出ずということで、今回はね、コンプに向けてそちらの方を引いていきたいと思います。はい、それではまず、120円の方を引いていきたいと思います。いきます。さあ来てくれ。星7だと禰豆子とか胡蝶しのぶが当たってない。うろこだきさんですね。あ、5体目ですね。はい、ありがとうございます。さあ次星8確定なんで、これはもう初ゲット確定です。ここはもう本当に何が来ても嬉しいです。はい、それでは行ってみましょう。それでは行きます。さあ何が来る、何が来る。あー、無惨様来ました。はい、ありがとうございます。はい、それではね、とりあえず、このセットで買った分の、ついてきた魔法石で、5回引いていきたいと思います。正直星7だったら嬉しい。伊之助とか全然もう1体とか欲しいし、玉代さん11体目、玉代さん結構きついんだよなマジで。さあ来い。いやー、鱗滝さんめっちゃかぶるなマジで。さあ来い。オッケー、伊之助はないっす。伊之助はマジでありがたい。武器めっちゃ強いからね。さあこの流れで来て。うわ、善逸。いや、いい流れ来てる、流れ来てる。ラスト、一旦ラスト来い来い。いやー、玉代さん。はい、今よね、魔法の力使って20個増えました。はい、それではね、まずもう確定の方引いちゃいたいと思います。まだね、カナをゲットできてないんで、先にカナをだけゲットしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。確定分ですね、次ゲットでございます。さあプラスで3回引いていきましょう。いやマジで本店胡蝶しのぶと、あ、禰豆子、サビト&マコモ。さあ来てくれ、お願い。いやー、もうめっちゃ来るやん。もう13体目だぜ。さあ来てくれ、来い、善逸。はい、ね、もうこれで、すいません、ラストでお願いします本当に。いやちょっとね、もう結構厳しい。あと4種類っす。で星8は交換できるんで、もう最悪ね、星8は交換できるんで、星7の禰豆子と胡蝶しのぶさんだけちょっとね本当にお願いします。いきます。はい、それではね、最大12回回していきたいと思います。いきます。頼む。あー、義勇さん、富岡義勇さん6体目。マジ同じ確率で出るんだったら本当に胡蝶しのぶとね禰豆子が出てきてほしい。お願い。いやー、立ってマジで。さあ来い、お願い。 M、来て、お願い。いやー、さあ来い、マジお願い、お願い。いやー、頼む、来い。いや、星6ばっか引いてる。星7来て、お願い、マジで頼む、本当お願い。オッケー、ナイスナイス、炭治郎、よっしゃ、めっちゃ嬉しい。星8、よかった。あとはもう煉獄さんだけだね。オッケーオッケーオッケー。
今煉獄さんとかね炭治郎とかも交換できんのよね正直。はい、それではラスト3回引いていきます。来い、やばい、マジか。え、もうこれあと2回しか回せないから2回連続新キャラを出さないといけないと。いや、きつい、マジできつい。ねずこほんと欲しいんだって。いや、うろこだきさんじゃないって。僕のコンプの道は断たれました。ラスト1回引いていきましょう。頼む、どっちか。あー、終わった。はい、今回のガチャ結果です。メダルの後だから、うろこだきさんからですね。いや、まずね、鬼舞辻無惨様まず当たりまして、そっからね、この伊之助と善逸のいい流れ来たんですけど、いや本当に玉代さん出すぎでしょマジで。で最後ね、最後炭治郎が出てきてくれたのはありがたい。で富岡さんもね6体目なんですけど、いやマジでさ、同じ確率なんだったらせめてな出てほしかった、1体でも。あの禰豆子とか胡蝶忍とかマジで出てほしかった。いや、その2体をこれからどうするかですね。とりあえず煉獄さんはもう交換します。はい、まあそんな感じでね、まあ多分もうそんなに動画上げるほどねガチャは引けるとは思えないんで、あのあとはね、もしまたガチャ引いてなんか当たれば、僕のねツイッターの方に、上げようと思うので、ぜひツイッターの方をねチェックしていただけたらと思います。はい、そんな感じでね、今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。またコメントもお待ちしておりますので、ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。